野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、また来ました、風物詩。はい。もう夏になると騒ぎ出す、うん、あのなんか虫たちがいるんだ。虫？蚊ですか？蚊じゃない、なんか夏になると、うん、やたら騒ぎ出す人たちがいるのよ。人たち、うん、もうあの恒例の、はい、もうなんかもう季語になるんちゃうかっていうぐらい、はい、高校野球熱いよ問題です。あー、まあまあ甲子園とかこれから始まりますけど、だからあの時期的には暑いから、この前はその石川県の知事の長谷さんが、はい、うん、その石川県大会の決勝が12時半かな、お昼の、はい、なんでこんな暑い時にやるんやと、うん、で他の県は10時からやってるところとかもあって、はい、でその12時半からってどうなんやっていうところをなんか意見してて、まあ、それがちょっと拡大されていったっていうのがあるけど、はい、うん、まあ、それはまあ分からんこともない。4試合ぐらいやって12時半からっていうんだったら、うん、いやいやいや、じゃあ朝とナイターやりますかって話なんだけど、はい、1試合しかないんだったら、うん、別に10時からでもよかったんちゃうかって俺は思うわけよ。あ、まあね、うんうんうん、1試合だから、決勝戦1試合しかないから、はい、前後の試合のこと関係ないじゃん。そうですね、うん、それだったらわざわざ12時半、まあ、一番暑くなる時間帯じゃなくてもっていう、ね、別にそれは10時でもよかったんちゃうかって言って、うん、まあそれは別に俺は賛同できるんだけど、はい、まあ、こっからよ、あの甲子園でやる必要あるんかとか、もう甲子園の暑い中でやらすのなんて地獄やとか、はい、甲子園どうなんやとか、うん、時期どうなんやとか、うん、言ってくる人たちがいいんだけど、はい、もう黙れと。もう黙れと。はい、本当に、うん、確かにこれ去年もなんかそういう話しましたね、うん、だからもう佐々木チャンネルも、うん、もうあの季語になってるから、はい、夏になるというみんなが言うから言うから、あ、またこの時期来たしこういうこと言い始めた人だから、もう忘れられないようにリピートになるけども、はい、今年もじゃあ言いますよと、はい、こっちもね、うん、俺もういつも言ってるんだけど、うん、甲子園そう暑いよ、はい、暑いけどもう何回も言ってるんだけど、はい、俺はもうねアスリートの人たちに聞きたい、うん、試合そんなにしんどいかって。どうなんですか、でも野球って、まあ、言えば、まあ、特に甲子園なんかは屋根ないじゃないですか、うん、こう素人目、プレーしたことない人からすると、うん、あ、炎天下の中でこう守備ついて、うん、なんかベンチとかもなんかそんなに今、まあ、きつそう、イメージ、うん、なんかきつそうだなみたいに。俺はもうそういう意見言う人に言いたい、はい、あ、じゃあ練習はもうドーム球場でやってるんだ、毎日練習はもう毎日ドーム球場で、もう冷暖房完備の、はい、ドームで日頃練習してるんですよね。じゃあ高校とかはないですもんね、そんなね、グラウンドでやってますもんね。じゃあ一緒じゃん。まあまあ日々と一緒、日々と一緒。だから別 に、ね、そんなもんお前甲子園負けて夏休みの朝から夕方までエンドレス練習してる方がよっぽどしんどいわ、うん、試合なんて所詮2時間半から3時間で終わり、はい、半分ベンチで座ってる、うん、何がきついんや。しかも甲子園嬉しいやんな、うん、嬉しい。甲子園出てきて、うん、嬉しい、はい、たかが 2時間半から3時間、うん、半分ベンチで座ってる、はい、何がしんどいんや。逆に聞きたいわ。しんどいか高校球児、甲子園出てるお前しんどいか。嬉しいやろな、や、せっかくお前甲子園出てきて隣のお前明石市民球場とかで1回戦だったらどうや。お最悪やろね。そう、大学野球でもそうなのよ、ね、うん、あの春のリーグ戦優勝したチームは全日本選手権って言って、うん、まあ、昔はもう神宮でしかやらなかったの、うん、今はなんか東京ドームとかでもスケジュールの都合で東京ドームとかも使うんだけども、あの昔は神宮でしかやらなかったの、うん、で秋の神宮大会っていうのは神宮と神宮大にも使うのよ。はい、お前1回戦神宮大2だったら地獄やで。よっしゃ全国大会やと、神宮大会来たぞって言って、はい、初戦神宮大2、うん、あのゴルフの打ちっぱなし場やで、はい、で1回戦で負けて、はい、終わりやで。神宮行けなかったなって地獄やろそんなもん。そうです、ね、甲子園行きたいから甲子園でいきなりお前隣のみたいな、はい、明石市民球場みたいな、うん、京セラ使えばいいやんっていう、また何も考えてないやつがいいんだよ。あ、なんかその話ありましたね。いいんだよ、1回戦は京セラでみたいな。お前京セラ使い出してみろ、うん、甲子園もまた大阪にすらいられないぞ阪神。そうですね、阪神京セラ使うんだから、うん、ホームグラウンドの代わりにね、はい、で京セラで負けてみ、はい、甲子園に土、京セラの土持って帰って嬉しいからあのホーム行ってあの赤土持って帰るの、 あの甲子園出たんです、はい、お土持ってきた、はい、京セラのはみたいになるよ、はい、何嬉しいやん。京セラホームもすごくいい球場ですよ、何枚一番、ね、多く使用できるから、うんうん、だけどやっぱりまあ夏といったら甲子園って言ったら甲子園に行きたいですよね、うん、そう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 、うん、で全てのスポーツ、はい、全てのスポーツの中で、うん、今日この日この時間試合してんの1試合だけ甲子園で、はい、でサッカー、ラグビー、バレー、バスケット、今日同じ日の同じ時間、うん、複数試合してるから、いろんな競技場で。それなんてか知ってる？そう、冬休みに終わらせなきゃいけないじゃんラグビー、はい、サッカー、うん、それやらないと終わらないんだよ。だからもう複数球場で複数スタジアムでやらすわけよ。でも甲子園は今日この時間この日1試合しかしてないんだよ。だからみんながドラマを終えるのよ、全試合見えるから。そうですね、高校サッカーなんて見て、うん、あの選手権冬の全試合見られへんで、見ようと思ってもね、放送してないからな、はい
そもそも。そうですね、うん、甲子園は地上波で全試合放送してくれますから、全試合他県の他の都道府県の試合も見れるわけ、うん、はい、もう俺の認識だと、うん、ごめんなさいね、もし全部見れたらごめんなさいね、うん、サッカーだと徳島だと徳島県の代表の試合と準決決勝ぐらいしか見えない。あ、そうなんですか。だってやんないじゃん地上波で、うん、はい、NHK とかで全試合とかだって、まずそもそもさ、うん、同時刻同日時にさ、はい、4試合ぐらいやってんだよ、うん、そのチャンネル4つもないやろ。まあ、そうですね、うん、だから見れないわけ。そっか、はい、でもだから甲子園はまたドラマが生まれるわけよね、うん、まあ、あの一球場でやってるからっていう感じなんですね、うん、そうそうそう。でも暑いからもうこう、うん、こうだから俺はもう言ってんじゃん、はい、一番しんどいのはあのパラパラパーって応援してる人たちなんよそうだ、うん、そうですよね。アルプススタンドが一番きついのよ、うん、選手じゃないのよ。だからこの問題の一番言わなきゃいけないのは、はい、応援の人たちのもっと、うん、やんないと、はい、野球はさ、うん、半分ベンチって言うじゃん、はい、アルプススタンド永遠炎天下よ。楽器もお前、ね、日焼けしたらあかんからいろいろタオル巻きながらブラーってやってんだよ、うん、応援だわーわーってしかもずっと吹いてよっぽどきついわ、うん、そしたらよ、はい、甲子園もやっとアルプススタンドにも屋根建てますって、うん、いいよ、うんうん、改善しようとしてるわけじゃん、はい、アルプスが一番、うん、それはもう野球界の人たち分かってんだよ。でしかもこの問題に対して野球関係者ほぼコメントしてない、うん、全然、はい、でもそんな文句言うんだったらね、うん、じゃあ俺が大会案出そうと、はい、ね、うん、もう大会案出してるわけ、はい、1回戦7時朝の7時、うん、はい、2回戦9時3回戦夕方4時、はい、4で4試合目が、うん、あの6時からだからもう昼やんないだ 1試合目2日目第1試合7時からプレイボール智弁学園対近江高校とかになる、はい、うん、7時、はい、暑い時やんないよ、はい、私的には意外と7時だとこれから仕事に行く人を見られる時間帯なんですよ。いいやんってなるやん、はい、でここにはまた反対意見が来るわ、はい、応援団何時に出発して、うん、朝到着のそのままだからもう応援団は5時ぐらいには甲子園着かなきゃいけない。あ、そんな早く着かない、2時間前に着かないといけないんですか。だってまずそれその予定で来ないと多少遅れることあるわけだ、うん、そうですね、やっぱ30分ぐらい余裕あるから、うん、で降ります、はい、そのままスタンドもあんな大応援団楽器持って、はい、そんなの30分ぐらいかかるやろ、はい、早くてもよ、設置というかね、うん、設置とか荷物を下ろしたりしてさ、うんうん、それ何回言いながら1時間ロスタイムかかるわけ、はい、で5時到着予定で1時間ちょっともう6時じゃん、1時間前じゃ試合、うん、もうそれぐらいの余裕を持っていかなきゃいけないよ、はい、遠くからだと、うん、5時着だよ、もうだから車中泊だね。でいきなり試合パラパラはきつくない、きつい、まあどこの県下にもよりますけど、うん、7、8時間かかるとことかだったら、うん、夜の9時とか10時とか出て、うん、出て起きてて、うん、起きましたよ5時に起きて、うん、用意して7時からパラパラパラってきつくない。であと6時からの試合だったら、まあ、もし4時からだからちょっと遅くなって7時になったとしたら、うん、7時から試合するじゃん、はい、ってなった時に青少年なんとかとか時間も言わないでよっていう、あ遅くなる可能性あるからね、何時以降活動とか言わないでねっていうね、うんうん、そこはであと、うん、応援団来るやん、うん、終わった瞬間にバスで車中泊しますかっていう、うん、帰って、はい、泊まるのどうしますみたいな、うん、お金かかりますけどみたいな、そうですね、で内帯施設になる、うん、設備とお金かかりますけど、はい、大丈夫ですかっていう問題もあるけど、うん、それはクリアできますよねって言って、うん、そしたら昼間やんなくていいっていう俺も大会案なんだけど、はい、で二部制っていう人いる、一回開けて、それも結局は学校側の交通費がめっちゃかかんない、一回帰んなきゃいけない。え、2部ってどういうことですか。だからちょっと期間を分けて、だから7月に1、うん、2回戦して、うん、でベスト8ぐらいから8月みたいなとか、あ、時間開けてってことですか。そう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 、うんうん、とかになってくると、はい、あの多分お金めっちゃかかんない、うん、その施設の、はい、であとは予選がもう4月とかになっちゃう、うん、そうです、めっちゃ早くなりますねもう1年生おらんで、うん人数おらへんとこだったら、うん、いきなりもう中学校何の試合もしない軟式から公式いきなり試合すんの、はい、それはきついやろ、うん、さすがに準備期間なんで、うん、あとあの春の大会をもうやめなきゃいけない、だからシード校を決める大会やめなきゃいけないっていう、これはもうスケジュール的な問題あるから多分なかなか難しいんだよね。8月以降にするのはやっぱりその、あの受験とかのこともあるし、やっぱ夏休みだから移動しやすいっていうところもあるから、まあなかなか難しいよ、これがもうこれ以外無理なんだよ。そうですね、しかも俺は何回も言ってんのよ、甲子園出てくるようなやつ大丈夫やから、もうそんな熱中症にはならない、なんないなんない、半分ベンチで座ってんだから、あの甲子園出てないあの夏休み練習してるようなやつらの方がよっぽどきついから、ずっと外まあそうですね、うん、で俺はね、うん、今そうやって言ってる人たちに言いたい、インターハイはいいんですか、何も言わなくてってインターハイ、いろんな競技の真っ只中です、はい、今やってるんですよ、うん、北海道で、令和5年北海道全国高校サッカーインターハイ、うん、総体やってるわけですよ、うん、で俺はサッカーをね、で例えて言うならば、うん、なんとよ、7月29日から、はい、ね、8月4日、うん、だから7月29日で言うと29、30、31、1、2、3、4、5、6です、7日間、1週間でよ、奇跡の6試合です、へぇ、サッカー、うん、イン
かもサッカーってずっと走ってますからね、うん、しかもよ、うん、決勝まで行くチーム1週間で6試合するすごいですね。これいい、これはもう問題ない。インターハイ今年は北海道だけど、はい、こうあの旭川だったんでね、うん、会場がね、うん、今年は北海道だけど、うん、別に九州もあるし、はい、去年は四国だったし、うん、別にこれ全国行くわけだ、うんね、北海道だから涼しくていいって言う人いるけども、はい、俺はもう調べてきた。旭川ね、8月2日32度です。おお、そんなもう都内とそんなに変わんないですね。全然変わんない、うん、最高気温ね、はい、で1試合目が9時半から始まる、うん、で2試合目12時、わー、ついてる。で3試合目が14時半から、はい、もう真っ只中、長谷さんが言う、うん、言ってた、もうど真ん中で、はい、試合やってんの、うん、しかも1週間で6試合、はい、6試合え、いいんですかっていう、それ誰も言いませんけど、いいんですかっていう。だってサッカーってプロでも大体まあ週に1回とかあって2回じゃないですか、試合って、うんうんうん、それってやっぱり常に走るから絡んできついからじゃんね、うん、でしかもサッカーっていうのはどっちかっていうとよ、秋冬のスポーツじゃん基本的にね。だからヨーロッパのとかのリーグは秋からスタートで、はい、秋春制じゃんね、うん、で日本は今いろんなことをねそのがあるから春夏制、うん、だけども基本は冬じゃんね、はい、狙った時に、うん、しかも1週間で、はい、6試合です、はい、で、32度です、うん、で12時にも試合します、はい、いいんですか。誰も何も言ってませんけども、コメンテーターの皆さん、なんでインターハイとか総体は言わないんですか。甲子園ばっかり言って、でも本当に全くじゃ出てないんですかね。これどうなんだ、聞いたことある、聞いたことある、普通に生きてて聞いたことある、この情報すらあんまりこう、だって俺の情報知らんかったやろ、はい、でも甲子園でさ、この暑くていいんですかとか、はい、日変えた方がいいんじゃないですかとか、は聞いたことあるでしょ。1回戦京セラの方がいいんじゃないかとか、ね、聞いたことあるでしょ。聞きましたね、こうサッカー俺が言った情報、はい、聞いたことないでしょ。私はなかったです。ほら、ということはほぼ誰も言わないし、うん、でしかもインターハイ北海道でやってますと、はい、ね、で1日も気温が上昇して、はい、各地で真夏日となったインターハイ会場で選手らが熱中症の疑いで緊急搬送されていますね。ホッケーが行われた江別市、うん、ね、女子選手1人が熱中症とみられる症状で緊急搬送され、うん、この日同市は最高気温 31.2 度、うん、ね、苫小牧市でもテニスの会場で男子選手2人が搬送されたと、うん、この会場にも31度以上になる音が鳴る温度計が設置されていると、うん、沖縄尚学の選手は、うん、沖縄より涼しいが照り返しが強くジメジメしていると、うん、試合の最中も体を冷やして熱中症に気をつけていってますと、うん、いっぱい出てる、うん、誰も言わない、はい、相対おかしいか、うん、こんな時期にやるなんて、はい、しかも炎天下で、うん、ナイターでやれ、はい、ね、ドームでやれ、うん、ね、で朝やれ、はい、聞いたことない。そうですね、で総体はもうこうやってちょっと熱中症選手が出てきてるわけですね。いや毎年出てるから、その南九州大会とか、うん、テニス20人ぐらい搬送されてるから、はい、南九州インターハイ、うん、だけどあまり声は出てこない。なんでか知ってる、これが俺の勝手な想像ね、はい、野球っていうのは、うん、公金注入されてない。何に？税金。だからその高校野球も、はい、ただのよ、うん、私的大会なの。高野連がやる春は毎日新聞はい、主催、うん、夏は朝日新聞主催っていう、うん、そんな国が絡んでない、はい、独自の私的大会だわけ、うん、でもだから、うん、攻撃しても別になんてことないじゃん、はい、インターハイとか総体、うん、高体連、いわばスポーツ庁直轄、はい、国の事業になってくるわけだ。総合体育大会、はい、ってなった時に、うん、ね、そのコメンテーターの人とか、うん、スポーツコメンテーターの人とか、うん、俺の想像よ、あくまでも個人的見解、はい、そこから仕事もらってたりとか、うん、そこの仕事に携わってたりとか、そこの中の役職についてたらそりゃ文句言えないよね。あ、まあまあまあそうですね、うん、中にいるのによ、はい、外のコメントでよ、うん、こんなの問題ある、やめろ総体インターハイ、はい、こんないっぱい熱中症出して、うん、大問題やろ、なんでサッカーお前1週間で6試合もやらしてんだ、はい、殺人スケジュールだろ、うん、言えないじゃん、属してんだから。そうそう、上の人たちがいるからまあ言えないわけですね。で自分もそこから属してそこで仕事もらってたりとかした場合、うんうん、それにもしなった時問題起きて、はい、そこからもし仕事一切来なくなったら、うん、無職よ。そうですね、うん、でも高校野球はただの、はい、あの史跡大会だから、はい、言ったところで、うん、何の被害もない、だから言いやすいんかな、だからインターハイとか総体とか言いにくいんかな、うん、だから言わないのかなって俺は思ってんだよ。高校総体とかはもうちょっとこうやって熱中症になる方と出てきてるじゃないですか、うん、甲子園でこうプレーしててこうフラッてこう、まあ、来た人とかってこれまでいるんですかね。あんまり聞かないですか、ちゃんと調べたらいるかもしんないよ、うん、足つったとか、はい、いるかもしんないけど、まあ、そういうのもね、あるそうですよね。緊急搬送して救急車入ってきたとか聞いたことないけどな、うん、そうだから当たったとかね、まあ、デッドボールとか、ね、フェンス直撃とか、うん、なんかその外的要素でっていうのはあるかもしれないけど、はい、うん、そんなあんま聞いたことないけどな。
確かになんかまあ近年ここねちゃんと認識してる中ではあんまりないなっていうイメージがあるのと、うん、でまあこれは俺の勝手な価値観と持論だけど、はい、そんな弱かったら甲子園出れないから、はい、負けてるからまあ普段の練習の方がだいぶきついですよね。いやだからもう練習の方がきついね、うん、えどうなんですか。でもだってテニスとか炎天下で2時間とか試合してるの、うん、そうですね。俺テニスも調べたら、はい、何時やってんだろうと文句言いたいから、うん、で1試合目が9時半からって書いてるだけなの、はい、9時半から進んでいくと、うんはい、もちろんそれは11時とか1時でも試合してますよねっていう、うん、まあ、そうですね、まあ、もし間違ってたらごめんなさいね。テニスってこう時間わかんないですからね。もう何時のものかね、うん、だからそのついでやっていくわけでしょ、はい、やってんじゃんテニス誰も言わないじゃんと思ったらさっきねテレ朝さんで、はい、杉村太蔵さんが、うん、北海道で総体が行われて、うん、そこでも結構熱中症の選手とか出てて、うん、もう過酷な中日本も北海道でも過酷な中になってきたんですねと、うん、でテニスっていうのはプロの大会だとその定められた気温湿度のより上がっちゃうと、うん、もう試合が中止になるらしい。へー、だからそういう風に一点ルールとかも決めた方がいいかもわかんないですねっていうやんわりやんわりコメント、名指しでは言わない絶対、はい、インターハイおかしいとか、はい、総体おかしいとか名指しでは言わない、うん、でも甲子園は名指しで言ってくる、はい、この違いは何なんやっていう。でねこれね、うん、だからこのインターハイでその高校最後の大会でそこから受験に入っていく生徒たちもいっぱいいんだよね、うん、そのスポーツによるけどね、はい、だからここが集大成なわけじゃん、うん、で秋にずらせばいいじゃんっていう人いるんだよ、うん、秋ずらせない国体あるんだよ。あそうですね、うん、時期的にね、うん、国体あるから、はい、あのずらしたら、うん、総体と国体ぶつかっちゃって、はい、うん、無理じゃん、はい、だからこう夏休みやるしかないんだよ、うん、でも誰も言わない。それはちょっとねコメント欲しいよね。そうですね、その視聴者の皆さんもなんかこうで、うん、あと俺はもうずっと見てるから、まあ、俺 の, その視野が狭くて、うん、本当は言ってるけど、うん、コメンテーターの皆さんも相対問題あるインターハイなんてやめろと、うん、こんなスケジュール地獄やぞって、はい、みんな言ってて俺が見てないだけかもしれない。だからそしたらごめんなさい、はい、言ってる人がいたら、うん、でも俺が普通に生きてるところでは名指しでやめろ、はい、スケジュール問題やと、うん、もっと広げろ、はい、言ってないんだよ、うん、でもこれなんでかって広げたくないんだよ、お金ないんだよ。学校もインターハイになると、うん、ひょっとしたらサッカー部、バスケット部、その陸上部、いろんな選手が複数でその大会インターハイに参加するってなったら、ね、今年とか北海道だから、うん、旅費がいろんな部活にまたがっていいのよ、はい、払えんで野球部だけとかじゃなくて、ほぼほぼね、うん、強豪校だと、うんうん、九州から行くとだったら大変よ、そうですね、飛行機代とかも、うん、だからそれが長くなればなるほど、はい、今泊まるところも一泊1万いくらとからしい、うん、俺が調べたところ、うん、それがもし1週間泊まったら、はい、全員の旅費が1人20万ぐらいらしい。100人出たら2000万でしょ、はい、でもし団体競技だったら数が増えるわけでしょ、ってなったらそれで伸ばせば伸ばせばで、うん、もっと金がいるわけでしょ、うん、それもう無理だね伸ばすのは、うん、でも誰も文句やない、うん、おかしいって、うん、サッカーおかしいやろ 7,、うん、7日で6試合です、ね、野球でも7日で6試合せえへんで、うん、それなのに甲子園だけ文句言われて、はい、インターハイのサッカー、うん、誰も文句やない、ね、サッカーファンの皆さんどういいんですかあと那須さんどうなんですかいいんですかサッカー関係者の皆さんどうなんですかいいんですか。いやでもあれですね、なんかこうパッて甲子園がじゃあその暑い時に行われてるっていうのを聞くと、うん、あなんかまあ暑い中頑張ってるなと思うわけです、うん、でもやっぱ他の競技の、まあ、インターハイとかそれを比べてみると、うん、そこまで野球って、まあ、まあ試合は長いですけどこうね守備攻撃、うんうん、交代 でベンチとかでなんかこう対策とかってあるんですか。それはだってまあ昔はね、うん、なんかあのおしぼり、はい、氷水に入れて、うん、それやるぐらいだったけど、はい、今とかでなんか首にかけるなんか冷えとかするやつとか、うん、持ち込んでいいらしいの。あ、そうなんですね、いろんなグッズ、うん、そうだっていろんなやつあるじゃん、はい、その熱中症対策とか、うん、首にかけるやつとか、はい、俺らの時本当氷タオルだけだからねあと梅干し食べるとか蜂蜜レモン食べとけみたいな。あ、ベンチで梅干し食べろとかあったんですか。そう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 、蜂蜜レモンね、よくあるじゃん、蜂蜜レモンつけててみたいな、マネージャーが持ってってみたいな、ね、そうそうそう、ああいうのだったけど、今とかだったらもうそれこそクエン酸飲んだりとかさ、プロ野球選手も飲んでるけど、ね、いろんな対策してるわけ、うん、早ければもう守備攻撃の交代なんて10分とかだったりとか、そう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 いうレベルですからね、うん、じくじくこうやってやってたら、うん、まあまあ、しかも7日で6試合とかしないからね。そうですね、野球でしかもよ、はい、これはあのなんか間違ってたらごめんなさいね、うん、これ専門家の人に聞いたところ、はい、まあ、この8月前後が一番きついらしいんだよ、うん、今日本でお盆過ぎたらちょっとずつ涼しくなってくるって考えたら、はい、甲子園お盆過ぎるじゃん、うん、お盆ぐらいからじゃん、はい、今の至るのがきついんじゃんって、どっちかっていうと、ね、8月4日開幕でそこからね、お盆に向けて、ね、超えてぐらいですからね、うんうんうん、どうなん、インターハイのきついんじゃん、暑いの。なんかまあスケジュール見たら他の競技の方がちょっとしんどく思えてきましたね。真夏に陸上やってんだよ、うん、真っ昼間に。そうですね、いけ、大丈夫な、俺はやったことないから分かんないけど、はい、俺はもう野球経験者としてもう言ってるわけ、うん、もうあの試合もう一番楽ですって、
そうですね、本当になんかそれ聞いてた。高橋球ちゃんも言ってたもん、うん、あの東京オリンピックの前の時に会った時に、はい、東京オリンピックも暑いから大変ですよね、うん、マラソンでって言って、うん、え、佐々木さん何言ってんのよ、試合なんて一番簡単なんだから楽だし、え、楽なんですか、あの東京の暑い中でも 42.14 秒、うん、全然楽なんだよ佐々木さんって言って、だって試合だったら 42.19 秒走ったらもう終わりなんでしょって、初戦2時間半ぐらい全力で走ったら終わりなんでしょって、練習あの小出監督にわけわからん、やっぱ山の上の酸素薄いコーチに連れて行かれて、毎日80キロ以上走らされるんだよ、キューちゃん行けキューちゃん行けって、いつ終わるか分かんない、まっすぐでどこまで何があるか分かんないような道でずっと走らされるんだよ、監督は車に乗ってるからいいけどって、はい、よっぽどきついそっちの方が、試合なんてもう楽なんだから、あ、うん、そうなん、やっぱり陸マラソンもそうなんやと思って、うん、やっぱあれですね、なんか試合って大変そうだと思うけど、どの競技も基本試合よりも練習の方が大事だし、うん、大事というか大変なんですよね、うんうんうん、それをこなしてるから試合のその短い時間ギュッてできるわけですよね、あとこう野球なんかそう楽そうに思えてきました、楽だからプロは毎日やるんじゃん、そう収録やってる競技なんてないですもんね、うん、でもピッチャーきついから毎日はやらないわけでしょ、ローテーションですもんね、うん、でも楽だから毎日やるわけじゃん、はい、ね、サッカーとかラグビーはきついから毎日やらないわけでしょ、週1とかね、なのにインターハイだと毎日なぜかやってる、うん、でも誰も言わない、いや甲子園全然平気だな、テニスとかも暑いのに、はい、そんな炎天下でやってるんだよ、うん、で緊急搬送されてるんだよ、はい、誰も何も言わない、うん、俺が知ってるだけでは本当杉村太蔵さんだけがちょろっと言ったっていうね、うん、俺はもう超感動したけど、はい、杉村さんさすがと思ったけど、うん、そこを俺はもうだからインターハイを中止にしろ、うん、期間おかしいぞと、こんなんダメやっていう人が俺は現れたら、はい、その人の意見は信じる、はい、でもインターハイのことを一言もあとは企画としてやらないんだったら、うん、俺はもうただ自分の発言力を増そうとして、うん、野球っていう国民的祭典の甲子園を使って、はい、自分の存在意義と発言権をただあの世間に広げて、うん、自分の価値を上げようとしてるだけにしか思えない、それで甲子園ちょっと使って言ってるってことですか、うん、だってインターハイ、うん、まあそうですね、だからそこはね視聴者の皆さんにね、はい、どういう見解か、うん、あとは俺はもうテレビを凝視しながら誰かインターハイのこと言うかなと思って見とくから、うん、ね、まあでももう本当に甲子園は甲子園って聖地じゃないです か、うん、だかそういう人たちの意見によって、まあ、甲子園でできなくなるとかそういうのがなくなるのが一番ちょっと、ね、大丈夫だよできるからできますか、うん、問題ない、うん、問題ないのは分かりました、うんうん、ね、だから俺はインターハイの方が問題あるんちゃうかと思いますけどね、うん、はい、皆さんのご意見お待ちしてます、はい。